私と信条でもあるんですけれども、仕事についてほとんど話をしていません。当時の総務省も全く関わらないプライベートな会合という認識でした。今日、記者団に対し NTT 側からの接待を否定した自民党の野田幹事長代行。今日発売の週刊文春によると、野田氏は総務大臣在職中に NTT 側から二回接待を受けたとされていて、野田氏は今日会食は認めたものの、 接待ではなななくプライベートな会合とという認識だったなどと釈明しましたまた同じく接待を受けたと報じられた高市前総務大臣も接待は受けていない飲食代金が折半になるよう会費を決定していただいていたなどと反論菅総理の側近酒井官房副長官は総務副大臣在職時の会食を認めた上で会食の場では 総務省の業務に関する要請や要望は全くありませんでしたとコメントしています国会では野党側が政務三役に対し NTT からの接待がなかったのか迫りました総務省の政務三役について NTT との会食の有無、あった場所、その日時相手、費用負担など党委員会に報告してください第三者のチェックをいただきながら正確に かつ徹底的に真相究明を進めてまいりたいと思います自ら戦闘に立ち一丸となってコンプライアンスを徹底的に確保し国民の信頼回復に努めてまいる所存であります野党側は武田大臣の答弁は不十分だとして真にはたびたびストップ武田大臣は総務大臣経験者ら歴代の政務三役も 第三者による検証の対象とする意向を示しました。